天にいらっしゃる私たちの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。今朝も私たちがこのようにあなたの宮に集まり、そしてあなたの賛美をし、あなたに祈り、あなたの御言葉の紐を開けることをありがとうございます。神様、あなたが私たちに語ってくださり、またあなたが私たちを導いてくださり、あなたが私たちを愛してくださり、支えてくださることをありがとうございます。主よ、私たちはあなたに心開き、あなたの御言葉にお聞くだけのものではなく、従うものへと導いてください。今日の一日もあなたの栄光で私たちを持ち、あなたの栄光を私たちを通して表してくださいますように、感謝してイエス・キリストの名前でお祈りいたします。アメン。お着席ください。本日はダニエル書12章の8節から13節です。ダニエル chapter 12 verse 8 to 13。 ダニエル chapter 12 verse 8 to 13。 ダニエル書12章の8節から13節。ダニエル12の8から13です。ダニエル chapter 12 verse 8 to 13。 ではお読みいたします。私はこれを聞いたが理解することができなかった。そこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。彼は言った。ダニエルよ、行け。この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。多くの者は身を清めて白くし、そうして寝られる。悪しき者どもは悪を行い、悪しき者どもも誰も理解することがない。しかし賢明な者たちは理解する。ジョークの捧げ物が取り払われ、荒らす忌まわしいものが据えられる時から1290日がある。幸いなことよ、忍んで待ち、1335日に達する者が。あなたは終わりまで歩み、休みに入れ。あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ。本日はこの箇所から、信頼して終わりまで歩む、信頼して終わりまで歩むというタイトルで一緒に御言葉を見ていきたいと思います。私たちがこう生きている中で、大きく分けてこう2種類のものの考え方っていうのがこうあるんじゃないかなと思います。いろいろな人と接していても思いますし、自分自身の思考回路を考えても思うんですけれども、一人はこう、過去のことを常に引きずって、大体みんなそうなんですけれども、でも過去や今のいろいろな理由にして、そこでこう今をこれからを生きることよりも、自分はこの時こうだったからこうなっちゃったんだとか、あの時ああだったからこうなっちゃったんだとか、例えば自分の親が仲悪かったから私はこうなっちゃったんだとか、小さい時のお父さんにこう言われたから自分はこうなっちゃったんだ、小さい時にいじめにあったからこうなっちゃったんだ、こういろいろな過去の傷とか過去の要因原因にとらわれて、こう今の自分の状況とかこれからの未来もその過去のせいにして、また他の人のせいにして、そして今の状況のせいにしてこう歩んでいきがちな人。そして2つ目は、こういろいろなことがあっても今自分は何をしなくちゃいけないか、これから自分はどうしていきたいのか、こう過去のことは自分の歴史として自分のパーツとして受け入れていますけれども、今の現状とかこれからのことを過去のこととか人のせいとかにしないで、自分に今何ができるかっていう、こう考えていく考え方で、こういう二通りがあるんじゃないかなと思います。で、私もいろんな方とこう話す機会がある中で、この過去にとらわれて、それは本当に大きな傷だから仕方がないとは思うんですけれども、それによって結局未来までが全部傷ついた歩みになってしまいがち。もうこんなことがあったから私はこうなっちゃったんだ、そしてその思いのと怒りのままこれからを生きよう、その憎しみを持ったまま生きようとすると、結局その先というのもこう祝福されたものではなくて、ポジティブなものではなくなってしまいがちなものがあります。過去の傷、痛み、自分は被害者だったとしても、
でもそれによって結局未来の自分までもが傷つき、祝福じゃない感じの歩みになってしまうというのはもったいないなと思いながら、でもそれはその人の問題であって、その人の心の傷の深さというのはもう人には分からないものなので、本当にそれがこう癒されることをこう祈りながら話を聞いたことがあります。しかしこの2番目の、その時その時過去に何があろうと自分のできることを精一杯忠実に行うという生き方は、いろんなことがあったとしてもそれに将来が左右されるのではなく、むしろそれにこう後押しされるような、それをバネにして未来をこう祝福されたものに変えていく力があると思います。その代表的な人が聖書で見る時のヨセフじゃないかなと思ったんですね。ヨセフという人はお兄さんたちに売られてしまって、そしてエジプトに行き奴隷となって、もうこれだけだってお兄さんたちから売られるという、お兄さんたちから殺されそうになるという本当に大きな傷にもかかわらず、彼はエジプトに行って、そして奴隷となるけれども一生懸命そこで忠実に働き見初められて、その家の中でいい位をもらう。しかし奥さんの方から誘惑されて、お主人から誘惑されて、自分はそれを断ったことによって濡れ衣を着せられて、今度は投獄される。そしてその投獄された中でも忠実に生きて、そしてその中で最終的には彼の何度か何度かこう忘れ去られたり裏切られたりしながらも、最終的には王様の月の位に着く。でこのヨセフの物語を見るときに、ヨセフ自身が自分は兄貴たちに売られたんだとか、自分はあの女主人に騙されたんだとか、そういう弁明一切してなくて、置かれたところ置かれたところでいつも忠実に、神を恐れて忠実に生きているヨセフの姿、そして最終的にはそれが彼の歩みの祝福だけでなく、彼の家族まで、それも裏切ったお兄さんたちまでもこう危機の中でエジプトに移住して生活が守られる結果となっていく。後にヨセフが兄たちに言う時には、このために自分はああいうことになったんだから気にしなくていいということを言うわけです。彼の中で痛みや傷、その裏切られた事実、売られた事実というのはあっても、でも彼はその時その時を自分の状況を人のせいとか過去のせいにしないで忠実に歩んだ結果、彼の歩みに祝福がついてきた。で今日の聖書の箇所、ダニエル書というのを見ていくときに、すごくそのことをこう思わされました。この2種類の人間がいるということ、特に今このコロナの状況になって、コロナになっちゃったからこれができなくなった、コロナになっちゃったからこれがダメになっちゃった、いろんなそういう、実際的なものがあります。今までの私たちの生きてきた歴史の中でも、もうかなり大きなことが世界的に起こっているわけです。でも同時にこういう声も聞きます。コロナの中でいろいろダメになっちゃったから、逆にこういうことができた、こういうことに発見できた、そういうポジティブな面、そしてコロナの中にあって何ができるかっていって動いている人たち、本当にこういう2種類がやはりあるんじゃないかなと思わされました。このイスラエルという国は、このダビデのダニエル書が書かれた時、補修されていて、イスラエルという国は終わってしまって陥落してしまって、そしてそこにイスラエルという国にいたダニエルたちは捕囚として、バビロン捕囚として捕らえられた身という状況の中で、このダニエル書は書かれています。でこのバビロン捕囚、自分の国がなくなり、自分たちは奴隷として他の国に連れてこられてっていうダニエルの状況というのは、ある意味で彼のせいじゃないんですね。彼の先祖たちが神様に忠実でなかった不信仰ゆえに、神様の怒りのゆえに、このイスラエルの陥落があり、エルサレムの陥落があり、そしてダニエルたち、この若者たちもみんなバビロン捕囚をされていった。ダニエルがその他の自分の先祖たちのせいにしたら、たまたま自分はこんな時代に生まれてきてしまった、自分の先祖たちは不信仰したから、こんなことがあったから、だから私たちはこんなことになっちゃったんだ。ダニエルがもしそういう気持ちであるとしたら、彼の歩みというのは本当にこう祝福されなかったと思うんですね。しかしダニエルはそういう状況の中にあっても、神様に忠実に、そして神様に従って歩んだ人でした。今日のところで8節、私はこれを聞いたが理解することができなかった。そこで私は尋ねた、
我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。私はこれを聞いたがと書いてありますが、何を聞いたのか。一節前ですけれども、七節、すると私は川の水の上にいるあの天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方にかけて誓った。それは一時と二時と半時である。聖なる民の力を打ち砕くことが終わるとき、これらすべてのことが成就する。で、私はダニエルはこれを聞いたが、この言葉を聞いたが、理解することができなかったから尋ねた。誰に？我が主よ、主に尋ねたわけです。ということは、この7節で川の水の上にいる天布の衣を着た人というのが主ということになります。実はこのちょっと前の10章の4節から6節にも、この存在が登場しています。ダニエルチャプター10 verse 4 to 6、4節から6節のところでも、この方が登場するので、ちょっと見てみたいと思いますけれども、10章の4から6のところ読んでみます。特に5節のところ読みます。私は目を上げた。見るとそこに一人の人がいて、天布の衣をまとい、腰にウファズの金の帯を締めていた。で、この人とこう話していくわけなんですが、この方がこう主なわけです。で、この主っていうのはどういう方か、神様の存在か、そうではなくて、降臨前、ご降臨前、要はご降誕前、イエス・キリストが生まれたのは2000年前ですけれども、そのまだこの地上に生まれていない主イエス様がそこに現れて、ダニエルにこう語られた。イエス様というのはこの地上に生まれてイエス・キリスト、受肉してイエス・キリストとなりましたけれども、しかしもう存在は天地万物創造の時からおられます。父子聖霊の三位一体の神は天地万物のその時からおられて、そして司っておられ、役割も決まってました。そのイエス様がこの地上に来てくださって、フィジカル的なきちっとした形を持ってというよりも、ここにダニエルたちに見える形で来られて、そしてこの大変な状況がいつまで続くのか、詳しいことは言わないんですけれども、ダニエルにこう語った。それがこの今日の12章の、この8節のところで、我が主よ、この終わりはどうなるのか、ダニエルが聞いたのに対して答えてくださったのは主イエス・キリストであります。実はこうパウロの時にもイエス様は現れて、なぜあなたは私を迫害するのか、あなたはどなたですか、そうすると、私はイエスであるとこう言われる、そういう会話があるわけです。で、あの時にも、他の人たちにはそれが分からなかった、しかしパウロには見えたわけです。で、このようにイエス様という存在がこう地上の中の神の人に現れて語られるというのが、このダニエル書のこの今日の箇所にも起きたわけです。で、ここで言ってることは何か、どういうことですかって理解できなかったわけですけれども、まずこの7節でこの主が言われたことというのは、一時と二時と半時である、聖なる民の力を打ち砕くことが終わるとき、これら全てのことが成就する。これはこの当時の数え方で3年半この今の苦難の状況が続くということを神様は伝えました。3年半続く。実はこの時はもうエルサレム神殿にも偶像が置かれてですね、もう本当にこの補修されていくだけではなく、彼らの信仰までもがもう奪われて、そしてバカにされて、そういう状況なので、本当に神を恐れている人からするともう本当に自分の身の状況だけではなくて、私自分が愛する神様まで冒涜されて、その神を礼拝する神殿までもが偶像が置かれるような、そんなような状況、もうこれがいつまで続くのかという時に、ここでこれからあと3年半続くと。で、この3年半というのが、1年当時は360日というふうに数えられていて、かける3年半ということで1260日続く。しかし1260日で終わるということを言いたいのではなくて、その後また続いていきます。9節で彼は言った、主は言います。ダニエルよ、行け、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。こう主の言葉というのは、
この終わる時まで、完全に明らかにはされない、神様しかわからないということがいっぱいあります。封じられている。10節、多くの者は身を清めて白くし、そうして寝られる。悪しき者どもは悪を行い、悪しき者どもの誰も理解することがない。しかし賢明な者たちは理解する。神を恐れ、神の御言葉に従う者たち、信仰を持って聞く者たちには理解することができる。で、このあとですね、上空の捧げ物が取り払われ、荒らす忌まわしいものが据えられる時から1290日がある。幸いなことよ、忍んで待ち、1335日に達するもの。この1290日、そして1330日という日にちが出てくるわけですが、これいろんな解釈があって、いろんなこうだあだといろいろ書かれています。でも、大きく見てよく言われることは、1290日というのは、さらにさっきの1260日、3年半続く、その後、プラス30日、その30日後のが1290日、そしてそこから今度45日後というのが1335日、ここで主がダニエルに言いたいことは、3年半続く、でもそれははっきりしたことじゃない。もしかしたらそれからあと30日続くかもしれない。それからまたあと45日続くかもしれない。延長、延長と続くかもしれない。そういうふうにして神様は分かっておられるけれども、人間には明らかにされない。なので神様がこれくらいと言っても、もっともっと続いていく可能性がある。それは神様が嘘を言ってるわけではなくて、神様の方に権威があるわけで、あなたたちはそれに従うだけだ。30日過ぎても45日延長しても、それでも賢明なものとして歩んでいくこと、忍耐をもって神に従って前向きに歩んでいくこと、今できる誠実なこと、忠実なことを行っていくことを神様はここでダニエルに語りかけていきます。13節で、あなたは終わりまで歩み休みに入れ、あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ。終わりまで歩む。この地上での命が終わるその時まで、神様に忠実に賢明なものとして歩みなさいと。そこまできちっと歩んだら休みに入る、永遠の命に入る。そのようにここで神様は語られています。神様は私たちにどのように生きてほしいと願っておられるのか、私にどのように生きてほしいと願っておられるのか、また私は神様からどのような生きる目的を与えられて生きているのか。今の状況のせいにするのは簡単です。コロナだから礼拝ができないとか、コロナだから奉仕ができないとか。しかし主は何と言っているのか。神様は私たちに主に従うものになってほしいと願われている。礼拝するものとなってほしい、使えるものとなってほしいと思われています。コロナの状況であっても神様を礼拝することができます。コロナの状況であっても神様に使えることを奉仕することができます。そしてイエス様の、神様の一番の目的は失われた人を探して救うために来たのですと主は言われています。私たち一人一人がキリストの体として、この今困難な中にあっても、その困難ないろんな理由のせいにして神様の御言葉をに従わないものにならないで、どんな状況であってもその終わりの時まで神様の御言葉に従い、神様の御旨を成していく教会、一人一人でありたいと、そのように願わされます。私たちは状況のせいにして、家族のせいにして、人のせいにして、自分の年齢のせいにして神様に従わないものではなくて、何があっても神様が自分に何をしてほしいと願っておられるのか、神様は何をしたいのか、そこにいつも目を向けて主に従うものであり続けるとき、神様は必ずその歩みを祝福してくださいます。お祈りをいたします。恵み深い天の神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちは罪あるゆえに何でも人のせいにします。アダムもエヴァのせいにしました。エヴァは蛇のせいにしました。神様、それが私たちの罪の性質です。何か問題があるときに、その問題のせいにして自分は神様に従わない、神様の御言葉に従わない方を選びます。そしてそれは自分のせいではなく、このせいなんだと、その責任を責任転嫁してしまう。しかし主はダニエルに言われました。賢明なものには表されると。そして終わりの時まで忠実に歩むこと。神様、
どんな性にしたとしてもあなたに従うということはどこででもできます。神様、私たちの今日一日があなたの御言葉に従い、あなたを喜び、そしてあなたの御心である人の救いのために働き取りなすものであるように助けてください。神様、今から私たち祈る時を持ちます。この祈りの中にあっても自分の願い、自分の思いではなくて、神様の御心が自分の人生を通してなるように、自分の人生の終わりの時までキリストの手足として、体の一部として忠実に歩ませてくださいと。そして具体的には何をしていったらいいんでしょう。その具体的な動きのためにも私たちが祈り、そして神様の手足として働いていけるものであるよう、神様に祈る朝としたいと思います。それぞれ祈る時を持ちましょう。